ポール・ジプサーは、ドイツ・バーデン・ビュルテンベルク州ハイデルベルク出身のバスケットボール選手。ポジションは、スモール・フォワード、ドイツ代表。2010年に、地元の USC ・ハイデルベルクで、プロデビュー。2011から12シーズンには、平均7.8得点を記録したものの、翌2012から13シーズンは負傷で欠場を、余儀なくされながらも、 2013年1月にバイエルン・ミュンヘンと4年契約を締結。負傷から立ち直ったジプサーは、たちまちバイエルンの主力選手に成長し、各世代のドイツ代表にも定着。2013から14シーズンのリーグ優勝を経験したジプサーは、2015年の NBA ドラフトにエントリーしたものの回避。2015から16シーズンは飛躍のシーズンとなり、 PBL のオールスターゲーム出場、最優秀若手選手賞も受賞。アディダス社主催のユーロキャンプ2016では MVP に選出されるなど大きく成長した。ジップサーは改めて2016年の NBA ドラフトにエントリー。48位でシカゴブルズから指名され、7月12日に2年契約を結んだ。 ルーキーシーズンとなった2016から17シーズンは44試合の出場で平均5.3得点に終わったがシーズン終盤は6万に定着。シーズン最終戦のプレイオフ進出がかかった2017年4月12日のブルックリンネッツ戦では21得点を記録しチームのプレイオフ進出を後押し18日のプレイオフ1回戦の ボストンセルティックス戦では19得点を記録した2010年のプロデビューと同時にユース世代のドイツ代表に選出され2013年にフル代表デビュー2015年のリオデジャネイロオリンピック出場権をかけたフィバ欧州選手権ではドイツバスケットボール界の英雄ダーク、ノビツキーと共にプレーしたがグループリーグで敗退しオリンピック出場はならなかった ありがとうございます。